やあ、刹那圭介でーす。とうとうカレンちゃんの過去が明かされる。幼い頃の私は今ほど表情に乏しいわけではなかった。口数だってもっとずっと多かった。明るい方ではなかったけれど、友達とはよく話したし、楽しければ笑いもした。快活とは言えないまでも、普通の子供ではあったと思う。けれど、両親の仲が悪くなってから、私は変化を余儀なくされた。まず変わったのは母だった。母は父の喧嘩によって生じたストレスを、娘の私に向けるようになってしまった。母はことあるごとに怒り、私を叱った。声を荒げることはなかったけれど、私が何をしても気に食わない様子だった。否定されていっきょったんじゃ。母の叱り方は理不尽だった。昨日は言ってよかったことが、今日になるとダメになる。昨日はしてよかったことが、今日になるとダメになる。母は私が全てが気に食わないようだった。何をやってもダメと言われるうちに、私は自分の価値を見失ってしまった。だからこそ自分の感情をあらわにしないカレンちゃんが生まれてしまったんやな。私は全てがダメなんだ。何もしてはダメなんだ。自分を無価値と断じた私は、自分からあらゆるものを消し去った。私の言葉に価値はない。だから、必要最低限しか話せない。私の涙や笑顔に価値はない。だから表情は固めていよう。仮面のように不愛想な今の私は、この頃に出来上がったのだと思う。父と離婚してからも、母の様子は変わることはなく、私はますます感情を表に出すのは苦手になった。そんな自分が、学校でうまくやれるはずもなく、こんな感じのスタートなんやな。私と一緒に移り住んだ町の小学校で、母と一緒にか、私は孤立していた。転校生だからじゃない。私がうまく人と触れ合うことができないからだ。話しかけられてもうまく言葉を返せない。話しかけられてもらえて嬉しくても、その感情を表せない。どうするべきか悩んでいるうちに会話は終わり、愛想のないことを言われてしまう。転校初日でそういうレッテルを貼られてしまう。カレンちゃんは誘わなくていいの？いいよ。だって私たちと言っても全然楽しそうじゃないんだもん。そう思われてしまう。確かにあの子暗いよね。陰口が耳に届いてきても、私は特に反応しなかった。私が悪く言われるのは当然だ。お母さんにすら好きになってもらえないのだから、クラスメイトにだって嫌われて当たり前だから、私はいつも教室で一人絵を描いていた。プリントの裏側に見知らぬ街の風景を描いては、誰かとここで遊びたいな、何をして遊ぼうかと想像を巡らせていた。寂しかったやな。ある日の帰り道、私は気まぐれに公園へと立ち寄った。今朝はお母さんの機嫌が悪かったから、帰る前にどこかで時間を潰したかった。どの遊具に座ろうかと考えながら公園内を歩いていると、私の耳に弱々しい音が届いた。何？あ、犬。音の方に目をやると、そこには小さな段ボールが置いてあり、中には一匹の子犬の姿があった。捨てられてるな。おいで、お母さんにお願いしてみる。お母さんだって犬は嫌いじゃなかったはずだ。昔は一緒にテレビの動物番組を見たこともある。
お願いすれば、もしかしたら。ダメに決まってるでしょ、犬なんて。何を考えてるの？言うと思った。お願い、お母さん。私がちゃんと面倒を見るから。面倒を見る？あんたが？自分の面倒だってちゃんと見れない子供のくせに。いいから捨ててきなさい。懇願は無意味だった。目の前で玄関のドアを閉められた。思い足取りで私は公園へと引き返した。何をしてもこんな感じ。どうして私はこんなに何もできないんだろう。何をやっても失敗ばかり。お母さんを困らせて友達だって作れない。この子にもかわいそうなことをした。私がいるとみんなに不幸が降りかかる。私が怒られてるのは構わない。今さらそれくらいでは気づかない。だけど私のせいで何も悪いことをしてないこの子が傷つくのだけは嫌だ。ふと空を見上げた。神様、どうかこの子を助け。わあ、これリンちゃんか。その時大きな声が私の耳に届いた。元気な少女が私のもとに駆け寄ってきて子犬の頭を撫でてる。かわいいね、かわいいね。かわいいね。お姉さんが飼ってるんですか？いやいや、君の方がかわいいよ。突然親しげに話しかけられ私は戸惑った。言葉を返せずにいると、こらりん、急に話しかけたら迷惑だろ。今度はその子の兄らしき男の子が駆け寄ってきた。だってワンちゃんかわいいよ。ねえ、もう一回撫でてもいい？いいですよ。かわいい女の子に撫でられるのは好きですからね。いいですよ。気持ちはわかるけど、迷惑をかけるなって。帰るぞ。そこの貴様、この子は私を撫でたがっているんだ。そっとして撫で見ていなさい。撫でられたいんだ私は。帰るのか、撫でずに帰るのか。もっと撫でていてもよかったのだぞ。男の子は私に頭を下げると妹の手を握り、キビスを返した。繋がれた手を見て私は少し羨ましくなった。自分のことを見てくれる家族がいるなんて、なんて幸せなことだろう。そうだろうな。カレンちゃんの家庭は結構そういう厳しい感じだった。もう誰も親しい人がいないっていう、そういうスタートだったんやな、カレンちゃん。するとその時、愛の方がピタリと足を止めた。何かに気づいたように不意にこちらを振り向く。あの、もしかして何か困ってたりしてない？え？もう人生どん詰まりなぐらいに困ってるけど。どうして？君が悲しそうに見えたから。ああ、見えちゃったのか。京介くん、鈍感とか言いながらそういうところ敏感だよね。そっか、私は悲しかったんだと言われて初めて気がついた。どうして私が悲しいって分かったの？自分自身でさえ分からなかったのに。僕そういうことにだけは目ざとくてさ、わけあって人の悲しい顔だけは絶対に見逃さないようにしてるんだ。妹との約束、それが僕の目指すものになる条件らしくて。妹の方は笑顔でそう語る兄の姿を誇らしそうに見つめていた。男の子の言っていることはよくわからなかったけど、
悲しみを見つけてもらえた嬉しさに私は少し高揚していた。気がつくとすがるようにほつりほつりと事情を話していた。そうか、そういうことなら任せてよ。明日から飼い主を探そう。僕らの友達にかかればそれぐらいどうってことないよ。それじゃあ今日のところはワンちゃんリンたちの家で預かるね。ペット禁止だけど一日くらいなら大丈夫だよ。去り際アリの方が私に聞いてきた。そうだ、まだ名前を聞いてなかったね。君、名前は？二階堂カレン。そっか、僕は桜井京介、こっちは妹のリン。よろしく。これが桜井くん、リンちゃんとの出会いだった。すいません、僕にも名前をつけてもらえませんかね。名前がないんです、生まれた時からね。出た、集合した、こんな感じで出会ったんやな、みんなが。桜井くんは翌日の放課後、自分のグループの仲間を紹介してくれた。桃野優さん、野住愛さん、東北ゆりやさん、神谷彩くん、鍵山哲くん、町小路颯太くん、そして桜井京介くん。この7人が彼のグループのメンバーで、全員私と同じ小学校に通っているようだった。このワンちゃんかわいいね。ねえ、こっち向いて写真撮らせて。うん、かわいい。あ、やめてください。写真とかそういうのは事務所を通してにしてもらえませんか。ダメです、ダメですよ。黙れ、男には興味ない。おい犬太郎、さっきから僕のパティをじっと見て一体何のつもりだい。ふう、この女将来大きくなるかな。パティは絶対貸せないぞ。貸せないったら。ペル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 。桜井くんは一人一人を紹介してくれた。少し騒がしいけど、いざという時は頼りになる奴らだからさ。みんな、そろそろ始めるよ。集まって。一列に並んじゃったよ。桜井くんは彼らのリーダー的な役割を担っているようで、桜井くんの温度のもと、犬の引き取り手探しはスタートした。桃野さんが、犬の写真を可愛く撮影し、諸住さんがその画像の下に飼い主募集の情報を記入していく。完成した画像を東北さんがさらに加工してネットに効率的にアップしていく。影山くんはその画像をプリントアウトして持ってきてくれた。体力自慢の町小路くんを中心に町にビラを撒いていく。政治家の息子らしい神谷くんは、その人脈を使って別口から人いてを探してくれているようだった。そんな時にも、神谷家の力使いよってな。私も体力の限りを尽くしてビラを撒いたけれど、役に立てたかどうか、頑張ることが大事なんだよ。たったの2日で、たくさんの人が人いてに立候補してくれた。最後はみんなで相談し、人いて候補の中から、一番子犬を大事にしてくれそうな人を選んだ。よかった。これであの子は大丈夫。あの子はちゃんと救われた。ううん、違う。救ってくれたんだ、桜井くんたちが。ありがとう。本当にありがとう。感情のなかったカレンちゃんが、感謝の気持ちを口にした瞬間であった。言われるほどのことじゃねえって。飼い主探し楽しかったしな。うんうん、ワンちゃん可愛かったもんね。やっぱそこか。君はやっぱそこか。ああ、それに二階堂さんも頑張っていたじゃないか。君の頑張りあってこそだよ。そうだな、カレンちゃんはもうちょい自分に自信を持たないと。まああの過去があるけん仕方ないんやけど。私は何も、みんながいなきゃ私がそう言うと、桜井くんが一歩を踏み出して首を振った。
違うよ。最初に手を差し伸べようと思う、その勇気が大切なんだよ。出た、桜井くんの名言語録が出てきました。桜井くんは真剣な表情を浮かべ、訴えるように私の目を見た。困っている誰かに最初に手を差し伸べるのってすごく勇気がいることだよね。君が子犬を家に連れ帰ろうと思わなければ、あの子犬は今でも段ボールで泣いていたかもしれない。君が子犬を抱いていなかったら、僕は子犬のピンチに気づくことすらできなかった。うん、僕もそういう時は毎回体が震えそうになる。責任を負うのが怖くて逃げたくなるよ。けど君は逃げずに子犬を抱き上げた。誰にでもできることじゃない。うん、そんな君が何もしていないなんて言わないでくれ。一歩前へ踏み出す行動ができたっていうのが良かったところ。カレンちゃんはもう心はどんどん闇に染まっていったかもしれないけど、そういうところができる人間だったと。桜井くんは言い終わると今度はニコッと笑みを浮かべた。その笑みで落とした女の数は数知れず。あ、これはもっと先の話です。誰かを肯定する光に満ちた優しい笑みだ。困ってる人に最初に手を差し伸べる勇気を持った人のことをヒーローって言うんだよ。ヒーロー、なら私のヒーローは桜井くんだ。あの日桜井くんは私の悲しみを見つけてくれた。僕は真剣にヒーローみたいな存在になりたいと思ってるんだ。でも僕一人じゃ何もできないから、みんなに力を貸してもらってる。もしよかったら君も協力してくれないかな。え、気がつくと他のメンバーも笑顔で私のことを見つめていた。ここにおいでよと私に扉を開けてくれているように思えた。誰も私を拒んでいない。私はおずおずと差し出された桜井くんの手を握った。私の手は少し震えたかもしれない。私でよければ、あの、よろしく。これが二階堂カレン、運命の扉を開く瞬間である。桜井くんたちのグループに加わったとからといって私はすぐに変われたわけじゃなかった。くじ数も増えたわけじゃなかったし、いきなり感情を出せるようになったわけでもない。けれど彼らはそんなことを気にしなかった。桜井くんのグループは仲がとても良かったけれど、まとまりというものはなく、たまり場の屋上遊園地では各々が自由に過ごしていた。誰も彼もが自由気ままで人の欠点を気にしてなんていなかった。桃野さんは写真とメイクに熱心で、時折女子メンバーにメイクを施して写真を撮っては満足そうに去っていく。人をモルモットみたいにやってるなあんた。私の髪を綺麗だと褒めてくれて嬉しかった。東北さんは物理にとても詳しくて、歌うように物理の理論を話してくれた。歌うようにって表現、歌うようにって表現。東北さんの語り口はちょっと奇妙で、おかげでそれまで縁のなかった理系の世界に興味を持てた。そうか。諸住さんは影山くんに夢中だった。夢中、ちょっと今ハート浮かんどったよな。どんな時も神谷くんを思い続ける諸住さんを見ていると、人はあんなに人に好意を抱いていいのだと、心の体を一枚破ってもらったような気持ちになった。あ、マジか。神谷くんは欠点がなさすぎて、最初は同じ小学生だと思えなかったのだけれど、
屋上遊園地にいる時の彼は少し子供っぽくて親しみやすかった。きっと彼はいい政治家になると思う。影山くんは気配りの人だった。視野が広くて誰かが転ぶ前に手を差し伸べられる。とても得難い力を持っているのだから、もう少し自信を持ってもいいと思う。それ自分に言ってあげてください。それもっと自分に言ってあげてください。町浩二くんはとにかく元気でパワフルだ。辛いことがあっても彼のことを声が聞こえてくるとそれだけで元気が出る。そして桜井くんは勇気と優しさの人だった。私が私のままでも居場所をくれる。桜井くんがそういう人だからこのグループはのびのびしているんだと思う。カレンちゃんもみんなことがよく見えてるなって今の文章でわかる。なんだか気分の良くなった私は屋上遊園地の増えすぎままで歩み目をつむった。風がとても心地いい。耳を澄ますとみんなの笑い声が聞こえてくる。胸の中が安心で満たされていく。私はここで本当の私を見つけることができた。桜井くん、ありがとう。自然と感謝の言葉がこぼれ出した。私がどれほどあなたに感謝しているのか、口下手な私ではうまく言葉にできそうもない。いつまでも、いつまでもここにいたいと思えた。だけど、私の心の中には一つだけ負い目があった。なんだろう。私みたいな暗いだけの人間が素敵な彼らと一緒にいてもいいのだろうか。ああ、ネガティブになる。カレンちゃん、今のカレンちゃんすぐネガティブになる。俺こんな女の可愛い女の子が隣にいてくれたらさ、すぐポジティブになる。俺は私なんかがいることで彼らの価値が落ちてしまわないだろうか。居場所を見つけることはできたけど、相変わらず私は自分に自信を持ててはいなかった。私は桜井くんのそばにふさわしくない。だけど桜井くんはこんな私のことを決して遠ざけようとせず、いつも近くにいてくれた。さあ、いつ恋するんだい？いつ恋するんだい？私が桜井くんの家に。ある日の放課後、ランドセルに教科書を詰めていた私は、桜井くんに家に来ないかと誘われた。みんなではなく、私だけよ。デートか？自宅デートか？いやかな。何をするんですか？スマブラかな？いやというわけではないけど、どうして私だけ？うん、実はちょっと彼に見せたいものがあってさ。何？ちょっとそういうあれですか？あれなのか？見せたいものって？それは見てのお楽しみ。凛に口止めされててさ、いきなり見せて彼をびっくりさせたいんじゃないかな。よくわからなかったけれど、私はスクライ君の誘いを受けることにした。桜井君の家に到着するなり、私は凛ちゃんの部屋へと招き入れられた。凛ちゃんは私と桜井君を座布団に座らせると、自分も向かいに座ってニコニコと私を見つめてきた。お久しぶりです、カレンさん。今日もとってもクールビューティーって感じでかっこいいです。クールビューティー。私、ずっとカレンさんに会いたかったんですよ。お兄ちゃん、なかなか連れてきてくれないから。シャイだからね。こんにちは、リンちゃん。その、それで二人とも見せたいものって？まあまあ、そんなに慌てないでください。まずはリンとガールズトークでもしましょうよ。ガールズトークもこんなひらがななのね。お兄ちゃんはちょっと余計だけど気にしないでください。余計言われてるよ、キワスキ君。気にしろよ。ニコニコと、何て読むこれ、華やぐかなような笑顔を浮かべて
リンちゃんは楽しそうに話し出した。これでさ、下着の話とかになったら、京月くんがすごい気まずそうな顔になるからやめてあげてね。お題は取り留めもなかった。家でのこと、学校のこと、それから、時事問題。ニュースに関しての話してるのか、お前ら。最近は煽り運転がどうとかって言ってるよね。病気がちで学校にあまり行けていないというリンちゃんは、話し相手に飢えているようだった。そうして、人きしり話し終えたリンちゃんは、満足そうな表情で言った。それじゃ、今日のメインイベントです。お兄ちゃん、ちょっとあれ持ってきてよ。あれ、なんだ？BL 本か？兄は顎で使うなよ。桜井くんが持ってきてくれたのは、アルバムのようだった。アルバム？カレンさんが拾ったワンちゃんの飼い主さんが、写真を送ってくれたんです。ああ。もちろん。ああ、楽しそうにしている犬の写真かな。これでさ、写真開いてみてさ、なんか焼かれている肉の絵とかが出てきたら、ええってなるからね。アルバムには、私が拾った犬の写真が何枚も差し込まれていた。拾った時は、子犬だったあの子は、今は立派に成長していた。気軽にお昼寝していたり、楽しそうに飼い主さんと遊んでいたり、幸せに暮らしているようだった。こんな私でも、この子を救うことができたんだなと思うと、心が熱くなった、と。へへ。二人の笑い声に、私はハッと笑いに帰った。夢中になった時のカレンちゃんの顔が可愛かっただろうな。いいえ、いいんですよ。そのアルバムはもともとカレンさんにあげようと思っていたんですから。ああ、カレンがきっと喜ぶと思って、昨日二人で用意しておいたんだ。よかったら持って帰ってよ。そうだぞ、カレンちゃんが救った子犬なんだぞ。私はそのアルバムを大事にランドセルにしまった。帰るとき、二人は私を玄関まで送ってくれた。カレンさん、今日はありがとうございました。リン、すっごく楽しかったです。また会いに来てくれますか？いいとも。カレン、よかったらこれからも時々うちに来てくれないかな。リンの相手をしてやってよ。スマブラの？私でよければ。私は戸惑いつつうなずいた。スマブラは？スマブラ、カレンちゃんスマブラだったら何のキャラクター使うんだろうな。へえ、ガノンドルフか。リンちゃんはそれからも時々私のことを部屋に招いてくれた。リンちゃんと二人きりでガールズトークをしたり、桜井くんも交えて三人で取り留めもない話をしたり、ガールズトーク。カレンちゃんも、なんか遺伝したかのようにガールズトーク開かないかからな。病気かな、もうここまで来たら。お兄ちゃんって、本当に鈍いんですよ。この間なんて、ゆうちゃんがせっかく綺麗にアイライン描いてきたのに、最後まで気づかなくて。アイラインってなんだ？ゆうちゃん泣いちゃったんですから。泣かせたん！ゆうちゃん泣かせたら俺は許さんぞ、お前。京介、お前の心臓にナイフ突き刺してやろうか。仕方ないだろ。化粧のことも。あ、化粧の話だったアイラインって。桜井くん、人の変化には気がつく方だと思っていたけど。お兄ちゃんが鋭いのは、人が悲しんでる時だけですよ。女の子がちょっと変わったくらいじゃ、ちっとも気づかないんですよ。鈍感だな。そうじゃ、アイラインってさ、入れたらどんな感じになるの？どう変わるんかちょっと俺わからんけど。そうなの？でも、少し桜井くんの。ギャルゲの主人公ってそんな感じですよね。二人との話は楽しかったけれど、正直なところ、私は気が重かった。
好意を向けられるのはもちろん嬉しい。けれど、それ以上に怖くなる。この人たちはいつまで私を好きでいてくれるだろう。私には好きになってもらえるだけの価値はないのに。いずれ失望される。その日はいつ来るだろう。その恐怖にとうとう耐えきれなくなった私はある日、二人に聞いた。誰がどう思ってくれているのかわからないけど、私は人に好きになってもらえるような人間じゃないの。冷たいとよく言われるし、取り柄もないし。そう言うと二人は不思議そうに首を傾けた。前々から気になってたんだけど、カレンはどうしてそんなに自分に自信がないの？それは少し迷ったけれど、私は自分のこれまでを包み隠さずに二人に伝えたんやな。ピリピリしているお母さんに怒られているうちに自信がなくなったこと。怒られたくないから口を閉ざして表情を消してしまったこと。だから、私は二人に気に入ってもらえるような人間ではないの。クールビューティーなんて、格好のいいものでもない。私が話しても人に不快な思いをさせてしまうだけだから。失望されるかなと思ったが、私の話を聞き終わった桜井君は意外なことを言った。やっぱりカレンは優しいんだね。それで優しいんだねって言う。京介君の独特な感性ですね。優しくなんてない。私が大切なのは自分だけ。自分を守るためにこうして冷たい表情をしているだけで。いや、それは違うよ。ちょいちょいさ、ナイキ君が入ってくるよな。それは違うよってナイキ君が入ってくるんだよな、京介君は。カレンが表情をあまり変えないのは、大変な思いをしているお母さんに余計な苦労をかけたくないと思っているからだよ。悲しい時は泣いた方が楽なのに、自分が泣いたらお母さんまで悲しませてしまう、焦らせてしまう。だからカレンは泣くのをやめたんだよね。自分の苦しみが外に出ていかないように、自分の中にいろんな思いを飲み込むことにしたんだよ。うん、言葉を飲み込むのって本当に辛いよね。言えなかった言葉っていつまでも自分の中に残ってモヤモヤするし、どんどん重くなっていっちゃうし、吐き出しちゃった方がよっぽど楽だ。わあ、小学生の会話じゃないよな。それでもカレンは全部自分の中で飲み込むことを選んだんだよ。誰も傷つけないために。それは優しい強さだけど、その優しい強さはいずれ自分を殺しそうになりそうな気がするな。桜井君は私の目をまっすぐに見つめて言った。大切なんだな、お母さんのこと。カレンの優しさにはみんな気づいてるよ。僕もリンも他のメンバーも。僕らはみんなカレンのことが大好きだよ。絶句だった。好きと言ってもらえた瞬間に自分の心が自信に満ちていくのかを感じた。涙をこらえるのに必死だった。嬉しくて泣いてしまいそうになった。私は桜井君から居場所をもらいばかりか、今度は自信までもらってしまった。どうしよう、こんなに大きな恩をこれからどう返せばいいのだろう。優しさにおろおろしてしまった私のことを、桜井くんも、凛ちゃんも、ニコニコと見つめていた。